始まんねえな。テンポ悪いな。あ、来た来た。よし、行くか。行くぞ。よし、行こう。OK。いい。行こう。いいよ。乾いてるよね。うん、今ちょっと声聞こえる？大丈夫？1位おめでとう。1ゲットおめでとう。聞こえます。はいはい。どん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 進んで。まっすぐまっすぐ聞こえてる？はいはい。で、今からね、のんたんが作った絵をスキャンディングしにコンビニ行きます。で、スキャンしてそれを T シャツにプリントアウトします。いや、家バレてる。俺和道だよ。とっくにバレてるわ。もう3年ぐらい前の話だわそれ。家バレが怖くて配信とかできないから。検索したらいくらでも出てくる。俺の住所なんなら。はい、ワード2。ハッチいらっしゃい。すげえよ、さっきの枠いくらいったと思う？俺ビビったんだけど、最高額だったんだけど。さっきの枠いくらだったと思う？やべえよ、ビビるよ。はい、ゴンタさんいらっしゃい。さっきの枠予想、大体。ちょっとビビったんだけど、お年玉大量にもらったんだけど。みんなありがとうね。2万ね。はいはいはい。みんなの予想書いてください。5万、2万。さあ、いくらでしょう。腕、その代わり腕が今痛くてしょうがないけど。ちなみに花火一発で500円ね。花火一発で500円。花火一発、ね、3万9000円。ありがとうございます。やばいよね。六本木のキャバ嬢でもそんな稼がないでしょ。3万9000円いただきました。ありがとうございます。さっきの枠で3万9000円いただきました。ニアピンだね。いや、ビビったよ。ビビったビビった。サミー、ありがとうございます。あー、寒いね、今日ね。冬だね。どうしようかな。限定何枚にしようかな。限定3枚だと少ないか。限定5枚ぐらいにしようかな。どうしよう。限定5枚にすっか。限定5枚で販売します。3枚だと少ねえよな、ちょっとな。限定5枚がいいよ。サミエ、あ、でーす。あ、早いね。今日ファミマでもローソンでもいいよ。ローソン行こうか。スキャン機能あるはずなんだよね。ファックスコピー。
サミスキャンあるかな、プリントコピーファックス、あれスキャンってできなかったっけ。スキャンできる、現行 USB スキャンサービス、これだ。じゃあ俺のから行こうか、うん、テストで飲んだそこ俺置きたい。エラーで従業員呼んでくださいって言ってましたけど、こっち側 の, あのインクと、うん、あの紙が割ってるんですよ。それで、うんうん、プリンたちがちょっとスキャンもできるでしょ。スキャンも多分できないし、スキャンってだってデータだけですよ。メディアを取り出してスキャン、あースキャン、うん、とプリントアウトをするんじゃなくて、この、はい、この絵をデータに入れたいんですよ。だから、原稿紙いらないですよ。なんだこれ。ありがとうございました。原稿のお取り。これは、あとスキャンでしょ。いらっしゃいませ。リア突限定じゃない、ウェブで販売します。
正しい置き方で見て。はい、A さんか。原稿を読み込んだら、あ、じゃあこれできない。これ後でやる。保存と。OK だ。10円とかさ。深いやつアイスにいいから。いい感じです。終わりました。OK です。数何枚、俺のバージョンの A さ、こっちの T シャツ欲しい人、誰か手挙げて。これ欲しい人、買うっていう人多分いねえだろうな。のんたんの方はね、いっぱいみんな買いたい買いたいって言ってたよ。俺の方売れないと思う、多分。誰も買わないの誰も買わないの。くそ、俺の T シャツ誰も買わねえって。そんなことないよ。いや、買わないって。マニアが
マニアがいるかな。マニアのためにじゃあ5枚出しとくか。いいよ、じゃあ5枚限定発売するか。ニーズがなかった。ノンタンの方は買うのかな。クリアファイルはできないかな。マジかよ、誰も買わねえのかよ。どっかやる？いらない？どこもいらない？買うならどっちも欲しい。ワドマニが買うんでしょ。ワドマニが、俺のから作るか、テイストで。俺の T シャツから作るわ。で、作り方、デザイン見てみて、ノンタ一緒に。で、こうして、ああしてって言って。まずデータ自体がどうなってるかだよな、問題なのは。データをうまくくり抜かないといけないからね。服の値段決めないとですね。服の値段多分ね、 T シャツ6000円だと思うよ。5000円だか6000円だったと思う、うん、5、6000円で買えます。いや、もう限定販売してやるから。はい、毎度和田つ、毎度って俺香川さんじゃねえわ。どんな感じになるかな。今も PC 配信、今も PC だよ。俺は PC 配信しかほとんどやらない。画質いいでしょ、こっちの方が。携帯配信あんま好きじゃないんですよ。お、大きくだ。明けおめ、ことやろ。ね、完成したよ。絵完成した。見る？なんか絵みたいって。そこ。こんな感じです、うん。こんな感じの絵ですね。あとこれも T シャツにします。寒いな。タイトルは？のんたん。飛躍。飛躍です。まずは誰も買わない俺の限定Tシャツから作ります。
紙。T シャツね、多分6000いくらになると思う。フルグラフィックっていう別のデザインのやつで作るから。フルグラフィックだから、多分ね、フルグラフィックだと値段高いんですよ。フルグラフィックで作ります。それね、原価が安い方なんだよ。原価が高い方で、デザインする。デザイン性が高いんです、そっちの方が。フルグラフィックって言って、全面プリントできるんですよ。今じゃあまた一回枠閉じます。また一回枠閉じます。じゃあ後でもう一回すぐは、あれ電気はつかない、なんだ、あ、ついた。あ、じゃあまた枠取り直します。お疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。